僕が前職のギャガっていう会社に入ったばっかりで、海外のディストリビューターとあのアナホテル、今インターコンチネンタルホテルで待ち合わせをしている時に起こったことですけども、まあ、その時あの一緒に仕事してたのが某有名スポーツエージェントの Y さん、はい、Y さんと一緒にディストリビューターを迎えに行ってミーティングすると、はい、いう状況の中で、インターコンチのロビーっていうのは、まあ、いろんな人が待ち合わせして、ホテルのベルボーイの方が待ち合わせがこううまくマッチングできない人をサポートするために人の名前を掲げて書かせてくれると、はいはい、プラカードみたいなの持って目の前にバイさんと僕が待ってる時に、英語でウィキキっていう WIKIKI ウィキキって お猿さんですかみたいな、うん、名前の人がウィキキさんみたいな感じで、その Y さんが何ですかあれみたいなことを言うから、僕もんーなさあれ絶対ふざけてんだよとか言って、あんな名前あるわけねえじゃん、だいたいファーストネームとラストネームがないわけじゃんこれとか言って、そんな名前の人いるわけないでしょうと、だいたいいたら見てみたいよななんつってさ、もうケラケラ笑いながら、あのそのウィキキさんが何回もそのプラカードが目の前通るたびにウィキキさんウィキキさんつって探してるのを 見るたびに笑いながら時間を潰してたら、突然 Y さんが、木田さん、あれ木田さんじゃないですかって言われて何バカなこと言ってんだお前、俺の名前知ってんだろうと、あんな名前だねえよみたいな出てたら、いや、ユキキダじゃないですか、ユキキダ、ウィキキになったんじゃないんですかとか言われてマジかとか言って、それでユキキダイズヒアみたいな感じで言ったら、あ、俺だったみたいになって、ウィキキがユキキダだったということがありましたね。俺を呼び出すのに発音が良すぎてウィキキに聞こえたっていうことでしょう。真面目に分析しちゃいましたけど、あのちょっと一言説明しておかないといけないのが、前職のギャガで海外の人とコンタクトするのね、名前をね、そうかそうか、ヨシユキキダだと長いから覚えてもらいづらい、うん、発音しにくいっていうことで、もうユキだけにしたらって、まあ、先輩のアドバイスがあって、まあ、自分のファーストネームがユキになったっていうことによる事故。でもその場に本物のウィッキーさんいなくてよかったですね。ズームインっつってね、権利元とミーティング始めちゃったかもしれない